こんにちは、石崎です。本日は先日から行っているアンケート企画千葉ロッテ編でございます。撮影時点では31勝31敗11分けで貯金ゼロのロッテ、現在混戦のパリーグで首位楽天と 3.5 ゲーム差の一方、勝率は5位西武と同じです。そんな今季のロッテは想定より違う戦いになっています。昨年は主軸の長打力とイニングを食う先発、中継ぎでも勝利の方程式を極力休ませながら要所で追加点を取り、苦しい戦力と言われながらも接戦を取り続けていました。最終盤には怪我人続出に泣き長打力課題、まあ万全なら戦力も整え始めてきていたことで、今シーズンは上位で期待をしておりました。ただ今シーズン開幕当初勝利の方程式が不安、さらに小野選手もなかなか安定しません。少しずつ後ろがまとまってきたかと思えば先発石川選手の手術、交流戦近辺で美馬選手が大量失点、さらに中継ぎ陣でも怪我人が増えてきていて、先発が足りないことに加えて打撃陣でも当初爆発していたマーティンらの失速、今季開幕から井上選手が不振だったり、攻守ともに計算外が多い今シーズンのロッテです。まず先発ですが、現在の先発防御率 4.36 でリーグワースト、 QS 率 45.2% でリーグ5位、6月は2試合で7回 27.00、 21失点と大炎上してしまった美馬選手、今の段階では QS 数がチームトップなんですよね。まあこれが少し苦しいポイントでもあるのかなと思っていて、二木選手がまだエース定着とは慣れていません。岩下選手が少しずつ試合を作れるようになってきていて、小島選手も内容が変わらないところはありつつも、今チームでイニングトップ、鈴木翔太選手、佐々木朗希選手や元前選手とまだ長期的に計算するのは難しいと思いますが、若手が一軍戦力となり始めています。ただ本来計算したい選手がいなかったり、ベテランから、まあ、ある種強制的に若返らないといけなくなっていて、少し苦しいのかなと思います。二木選手、小島選手、岩下選手と年齢的に見れば若手ですが、一軍で結構投げてきてもいますので、彼らが一本立ちして二桁を狙いたいシーズン、先発が全体的に苦しいからこそ、まあ、若手と言われる選手たちが一歩先一軍でドカッと座ってくれるシーズンにしてほしいなと思います。そして中継ぎ、救援防御率 3.26 でリーグ3位と平均的、当初不安だったハーマンが調整で復調も、その後再び抹消、現在もまた一軍に戻ってきていますが、先日は失点してしまいました。またセットアッパーの唐川選手が離脱、今季セットアップに入りたかった小野選手が安定感課題、一方当初ビハインドだった佐々木千早選手がセットアップに入っていてしっかり結果、今東選手も期待以上の活躍ですが、まだ課題ポイントというのは続きまして、国吉選手を獲得しました。そして野手ですが、チーム打率2割4分9厘でリーグ2位、本塁打68でリーグ3位、 OPS 7割3分3厘でリーグ1位、得点333でリーグ1位、これまで攻撃力に悩まされていたチームですが、得点トップ、OPS トップでもあります。当然18本塁打放っているマーティン、16本のレアードが大きいんですが、この前を打つ荻野選手が3割7厘19二塁打、中村翔吾選手が2割9分6厘5本19二塁打、この4人がかなりチームを引っ張ってくれていて、安田選手も長打こそあまりないんですが、当初打点を稼ぎ今は状態を上げてきています。ただ菅野選手や井上選手と主力期待をされたメンバーと、エチェバリアが一軍となっていなかったり、キャッチャーの田村選手の離脱、柿沼選手の積極起用などでキャッチャーの攻守苦しんだり、思うような戦いにならない時も多いんです。まず全体の満足度ですが、平均値が 5.9 とかなり高いんです。まあこれまでの井口監督体制の実績もあると思いますし、混戦であるパリーグで、まあ、順位でどうこう言われることもあまりありません。そして何より打っていることも大きいと思います。まあ最終盤に追いついたり粘ったりすることも影響しているんじゃないかなと思います。意見としては、打線はようやっとると思う、荻野選手、中村選手、マーティンは素晴らしいし、レアード、角中も良い、苦境でも5割以上キープ、打撃力予想外にアップ、打線好調で負けていても追いつくのではという希望を持って試合を見れること、荻野選手、マーティン、中村翔吾選手のつながりが良い、角中選手、レアードの復活、ショート争いで藤岡選手打撃、エチェバリアの守備も固い、田村選手が故障も、佐藤俊哉選手が成長、中継ぎ陣の安定感、先発は良くても6回3失点という具合、しかし怪我人続出で数が足りないので補強してほしい、投手足ともに1軍2軍の差が激しく怪我人が出ると厳しい、チームの未来が見えやすく希望が持てるから、ポジ願い要素が半々だから、チーム状況は可もなく不可もないから、
数年前までは暗黒真っ只中だったのに上位争いできるだけで満足しています。昨年からの千葉ロッテ野手陣の特徴として若手の育成と地を両立できているといった点が挙げられるが、今年は若手野手の伸び悩みによりベテラン頼みになってしまっているなと感じる。また最大の課題として先発陣の薄さを感じる。ただでさえ種市選手、西野選手をトミー・ジョンで書いている上に石川選手が離脱、二木選手も昨年ほどの安定感がなく、唯一安定していた三馬選手も先日の DeNA 戦で炎上。このご時世で厳しいかもしれないが、外国人やトレード等補強が求められる。打力は上がったが大事なところで勝ちきれない、もしくは守りきれないから。去年と違い劣勢でも劣勢に感じない。開幕5連敗を考えると上位争いしてるのはよくやってる。怪我人が多すぎる。先発が不甲斐ない。納得できる負けはある一方でたまにハテナな試合が発生するから。野手の活躍には満足しているが投手陣は怪我不調が多すぎる。特にエースナンバーの彼はもっとできると信じています。2番鳥谷選手、勝てる試合を落としていることが去年よりも多い。種市投手、西野投手を欠く中、現状の順位はようやっとる。プラス評価は昨年に引き続きミスのない野球ができているところ、そして打線が固まっているところです。マイナス評価は昨年ブレイクした小野選手、菅野選手、藤原選手、安田選手がうまくいっていないところです。まあポジネが様々ですが、この状況の中でようやっとるという意見が多い印象もあります。ただ勝てる試合を落としているという意見もちらほら。まあそれでも他球団と比べるとかなり高いんじゃないかなと思っています。そして個人的に思う今季の井口監督体制のポジ要素は、4人続出の中でようやっとる。結果は出なかったんですが、藤原選手の積極起用、加藤選手、高部選手ら2軍で結果の選手のテスト起用、荻野選手、マーティン、中村選手の並びを作ったこと、藤岡選手を少しずつ休ませたりサードで起用したり、佐々木千早選手の抜擢、横山選手、土井選手、河村選手らの若手起用、角中選手の積極的起用、井上選手の2軍調整、良くも悪くも去年までと同じような攻撃的野球と要所のもう1点を狙っていくところ、こんなところかなと思います。でいただいたポジ意見としては、まだこだわりは見えるが起用が柔軟、成績を残している人を起用している、その1点をつかみ取るためにスクイズはもっとしてもいい、薄い内野手の層でサード藤岡選手、ショートエチェバリアなどとどうにかしようという工夫は見える。開幕5連敗からの借金返済は見事。中継ぎ起用は昨年から変わらず良い。熱いわけでもない戦力だがよく耐えてると思う。去年我慢した安田選手、藤原選手が調子が良くないと見てスタメンから外したことは評価できる。ただ調子は上がっていない井上選手をわざわざ使ったことは疑問が残る。石川歩選手が今季絶望と先発投手の運用大変だと思いますが期待しています。で基本的には全面的に信頼している。ここ一番の代打の的中など采配で試合を決めることがあり、練習での選手の良し悪しをしっかり把握しているんだろうなと思える。ダイソーや代打のタイミングは年々改善されてきている。満足度は高いです。鳥谷選手の起用も叩かれがちですが、個人的に理由は理解できています。そしてリリーフ起用も吉井さんに一任しているので安心です。あとは岡選手は代打じゃなくてダイソーで起用してほしい。今年は来年の優勝に向けて藤原選手や安田選手、佐々木朗希選手を挫折させることもなく自信を持たせて使ってあげてほしいです。若手を積極起用しているのはとても良い。井上選手や福田選手を2軍に置ける勇気もすごい。ただ鳥谷選手の2番サードスタメンは疑問である。鳥谷選手の代打やダイソーでの起用に文句はないんですが、2番でスタメンに置くのは上位が好調なだけに理解に苦しんでしまいました。あとは特に不満がなく、近年は監督の人脈のおかげでコーチ陣も良くなっていると思います。順位もいいところにいるので8点です。使い方に意図は感じ取れる。戦力が揃ってきた中で物足りない部分があるが、基本的にはよくやってると思います。若手選手の育成方針も一貫しており、育てる年、一軍で起用する年と目標を定めているように見えます。トレードや補強も的確で問題なし。時々あれと思うような采配も見えますが、大きなブレた采配もないので咀嚼できるレベルかなと思います。今は怪我人や想定外なこともあり、チーム全体の立て直しの時期に来ていると思うので、後半戦に向けて頑張ってほしいです。ブルペンは課題とはいえ、横山選手、河村選手、土井選手らの若手を登用してるし、佐々木千早選手、大峰選手ら、かつてのドラフト1位再生が唐川選手含め柔軟な対応しているのでグッド。チームの課題を監督、フロントが理解しており、解決に向けて行動してくれている。ロッテのこれまでと比べると、その姿勢が見えるだけで高評価。個人的にバントが多すぎると思うので、マイナス1ポイントしました。エンドランとかもっと見たい。投手系統で負けなのか勝ちに行くのか分かるところが辛いけど理にかなってる。ポジ気味の意見を拾ってみました。ただほとんど全ての意見に2番鳥谷選手とかスタメンでの起用について
書いてありました。まあもう義務なのではないかと思うくらい書いてありました。実際私も疑問に思っていたのでこれからお話しします。で、采配の満足度に関しては 5.53、 一部監督の采配動向ではないものもありますし、ほとんど意見としても同じでした。また少しラグがあるのですが、もし今このアンケートをもう一回取ったら柿沼選手に対してのコメントが多そうかなと思います。具体的に明示してくれた方が多いなと思います。で、逆に具体的に明示されていたがゆえに改善ポイントというかファンの方が思っていることベクトルが近いように見えます。他球団と比べてハテナになることはそこまで多くなかった印象があります。ただ具体的に考えると、荻野選手、マーティン、中村選手の並びを崩すまでの鳥谷選手上位起用、守備で改善が見えてきた佐藤選手より柿沼選手を優先させたこと、打たせてほしいところでバントをさせたり、バントをさせたいところで打たせたり、積極的な犠打、チャンスで安田選手に代打を出してまでバント、まあそうやってピンチバンターとして起用させるところもありながら、ランナー一塁でヒッティングをさせたり、少しブレたところも見えてしまいます。1点を取りに行った中で焦ったような小技、特にダイソー和田選手からのバントは相手にするとプレッシャーを与えづらいのかなと思います。で、固めた打順をあまり動かさないというのは、まあポジ要素の一つでもあるのかなと思います。で、若手優先起用とベテランの起用が極端気味、特に高部選手に積極的にチャンスを与えるのはいいんですが、まあ、特に内容が変わってこない中でどこまでチャンスを与えるのか、まあ、少しここは考えどころというかファンの中でも疑問に思うポイントがあるのかなと思います。で、点差がついても主力野手を避けないというところ、これは昨年というかこれまでとあまり変わってこなくて今シーズンも続いてしまってるかなと思います。で、ロッテが想定のような戦いができていませんので攻撃力自体は全体的に上がったんですが、少し細かいところで最近の試合では若干んと思う試合が増えてきました。いただいた願い意見としては、吉田選手が不調の時に鳥谷選手スタメンは文句ないが、2番に置くのは打線が台無し、トシ君を1軍のベンチに置いておくなら2軍のキャッチャーで育成してほしい、負け濃厚の試合は主力を下げてベンチの選手に出番を与えてほしい、特に和田選手、1点ビハインドでノーアウト2塁でバント、ワンアウト1塁でバントといったバント構成は疑問、交流戦での2番鳥谷は論外、配置を固定している印象、二軍との入れ替えが少ない、トレードに動いたのは丸、石崎選手、松田選手、藤原選手を一軍で試してほしい、鳥谷選手、岡選手、小野選手の起用は謎、昨年は個の力が劣る中チーム力でカバーしたが、今年は個の攻撃力が高まっているのに生かしきれていない、若手起用もやむを得ない状況からで、どちらかというと今までの序列通り積極的な起用、采配をあまり感じない、野手は得点力が向上しているから相手の評価はする、しかし若手が伸び悩んでいるようにも見える、安田選手もホームランペースは良くなったが速球に対応しきれておらず成長が鈍い、藤原選手、高部選手の外野は課題が違うが、今年は1軍でレギュラーダッシュを期待していた、荻野選手、マーティン、レアードが衰える前になんとかしてほしい、和田選手の打席数が少なすぎる、1軍で出せとは言わないから親子ゲームに積極的に出させて経験を増やしてほしい、ジョーカーになっているがもったいないと思う、鳥谷選手スタメンは緊急事態やレギュラーの休養日だけにしてほしい、交流戦中盤みたく鳥谷選手スタメン連続はその場しのぎにしかならないし、その場しのぎにもできていないことが多い、2番鳥谷選手以外は文句ありません、逆に2番鳥谷選手だけでマイナス3点させていただきました、鳥谷選手の使い方がおかしい、衰えているのに全盛期と勘違いしているような信頼の仕方、2番打者最弱の打線を組むどころかそれを続けてしまうのは失敗に対する反省ができていない、それとキャッチャー全般の配球が偏りすぎ、ベンチがミーティングしてるというが軒並み外一辺倒で内角の使い方が下手すぎる、同じ打者に踏み込まれて打たれる展開が多い、デッドボールが一番少ないことからも伺える、わざと当てることはあってはならないが当てること覚悟で内角をえぐっていかないとワーストの基本塁打は減らないと思う、当てられる数の多さもこちらに関係しているのかもしれない、まあこちらのリードに関しては私から何とも言うことはできませんが、杉本選手だとか愛斗選手だとかロッテが特定の選手に打たれているという印象は否めません。1点ビハインドの警戒で先頭の投手が出た時にダイソー和田選手を出したのに安易に同点狙いのバントをするのがよくわからない、盗塁など逆転を狙う姿勢が欲しい、今シーズンのチームテーマのこの1点をつかみ取るに沿った采配になっていないと思う、得点が比較的望めない下位打線の終盤のチャンスでも強攻策を取ってどう見てもつかみ取るような采配には見えない、
また現時点での中日戦からの2番鳥谷選手の真意がまるで読めない。確かに安田選手が4番の時に流れを断ち切っていた部分はあったが、安田選手が四球も選んでいなくて打てなくても最低限の働きをしてくれた時もあった。しかし2番鳥谷選手は完全に穴になっていて球速ポイントになっているにもかかわらず、途中交代も打席が回ってこないような状況になってからだし、何を狙っているのかがまるでわからない。また投手に関してもオリックス杉本選手をはじめとして数多すぎてわからないが、同じ打者にいつまでも同じように打たれ続けており、対策が目に見えてこない。また被本塁打も数えた時点で試合数より被本塁打が多いという結果をしているし、全被本塁打に対する先発陣の割合が7割と試合序盤でムードが悪くなることが多すぎる。今の順位も荻野選手、マーティン、中村選手、レアード、角中選手が好調で勝てているだけで、1人ないし2人崩れた瞬間に5位6位になるのではないかとも思っている。何も対策は練ってないとは思ってないが、目に見えていないことが不満点としてあります。全体として今年は少しずつハテナと思うポイントも出てきてしまっている印象もありますが、打撃陣と投手陣で主力期待の選手が苦しいからこそ、まあ、正直仕方ない部分はあるんですよね。で、若手を積極起用していますが、これはある種モロ刃の剣です。安田選手も2軍でしっかり結果をという段階を踏んで1軍ですが、大ブレイクとはなっていません。逆に高部選手は2軍で圧倒的な成績を残していますが、まあ、2軍での内容や1軍での内容、まあ、こちらどちらもあまり変動がないというか、少し見えづらい部分が多いんですよね。で、昨年の小野選手のように東選手、佐々木選手と見極めた選手に関してはかなり期待もしたいところです。まあ、それでも結果が求められている今季だからこそ、積極的なバントだとか守備面含め柿沼選手の積極起用等は個人的に何とかしてほしいポイントでもあります。怪我人続出で大変な運用の中、本当によくやってくれているとは思いますが、どこまで粘っていけるかどうか、少しファンの中でも疑問が出てくる部分はあったのかなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。